versus the world. そんなバカな話を信じるとでも？そんな理由で外資、それに一人は人間でさえなく、骸骨とはな。バカな話？ファイヤーチップなんて噂話を真に受けて、それには…今はそんなことで言い争ってる場合ではなさそうだな。ラテル、これまで君が集めた手がかりをまとめ、君の義手、ルードビヨンでレクリスの機械の体が持つ真なる力、成功すればシェルターのエネルギー不足を解決できるのはもちろん、レクリスの状態も好転すると。ですが、どうやって真なる力を引き出すんでしょう。レクリスの首の後ろを触ったことがあったよね。はい、思い起こせば、それでレクリスさんの状態が単なる接触だけじゃダメってことか。何か特別な方法があるはずだよ。決められたボタンを。私の首の後ろ、アップグレード用チップ挿入か。それ以外に特別なボタン。ラテル、そういえば脇かなんとかって。あ、はい、答えは右脇にありっていう記述がありましたね。奇妙な変なの。みんな賢いんじゃなかったの。もうラテルが言う通り、奇妙な内容すぎて何かの。しかし言葉通り解釈した方が。拒否、脇、くすぐったい、くすぐっ。そうですよ。まさか本当に脇を触るのが。だけど試してみるのも悪くないんじゃ。今は藁でもつかまなきゃ。クリスティナまで決まったね、レクリス。なんだったら拒否、ラテルがそうした。準備完了。本当にですか。もうじれったいな。お得な。えへい。やっぱり何も起きません。違う方法で解読。もうつまんない。面白いからってこんなことはもうしないで。あれ、レクリスさん、話し方が。私の話し方がな。これは話し方に変化が出たということは。モーガン博士、すぐに検査機器を持ってきましょう。そうだな、ラテル、ちょっと待っていてくれ。レクリス、まさか治ったの？そうみたいね。なんだ？話し方がちょっと変わったぐらいで大げさな。食料を食い潰す外周人という事実は変わらんわい。果たしてどうだ。わしのシェルターに何をした。ハッキングだよ。すでにこのシェルターにあるアナスタシア、ラテル、そしてビグル、あなたたち。このシェルターのすべては私たちの思い通りよ。面白くなってきたじゃない。まずはあの消毒。僕はシェルターが住みやすくなったら。そう、何も知らぬ外周人がシェルターの管理者権限を持って。ラテル、このシェルターに残りたければ奴らを止め。何ができるかって。愚かな人間。管理者様、一体これは。シェルターから突然当たって温水が出ている。なんだと。そんなはずが。温水。管理者様、10年前に動かなくなった冷凍庫が、それに昔より冷えている。もしかすると。何が起きているんだろう。レクリスさん、何をしたんですか。
なんてことはない。眠ってた子にちょっと力を。デックリス、動かなくなった巨大兵器みたいなのはないの？サーチした。地下に全長地見に行ってみる。よし、行こう行こう。ちょっと待ってください。ロボット兵器？そんなものか。ウィグルさん、早く追いかけて止めましょう。ウィグル、まさかあの外周人たちがシェルターをアップグッ。ついていかなきゃ。私の壊れたものも修理してくれるかも。ダメだ、ここはわしの。